以後第35潜水艦。以後第35潜水艦。以後第35潜水艦。旧事態。以号第35潜水艦は、大日本帝国海軍の移住5型潜水艦。巡戦オツ型の16番艦。当初は、以後第45潜水艦と命名されていたが、1941年、昭和16年11月1日に以後第35潜水艦と改名されている。 1939年、昭和14年の第四次海軍軍備補充計画、丸4計画により1940年、昭和15年9月2日に三菱重工業神戸造船所で起航。1941年、昭和16年9月24日に浸水。1942年、昭和17年8月31日に竣工。竣工と同時に、 クレチンジュフ所属となり、イ34、特設潜水母艦マンジュマル、大阪商船、7266トンと共に、訓練部隊である、クレチンジュフクレ潜水船隊を編成する。11月15日、第5艦隊自家卒となる。28日、イ35は、クレを出港し、12月1日に、大港に到着。輸送物資を搭載し、2日に出港。 八日にキスカに到着して輸送物資を下ろした後出港しアムチトカ島キロメートル地点付近に到達して紹介を行う十四日紹介区域を離れ二十日にバラムシルに到着二十五日輸送物資を乗せてバラムシルを出港し三十一日にキスカに到着して輸送物資を下ろした後出港しアダック島北東儀に進出して 紹介を行う。1943年、昭和18年1月7日、アッツ北東沖で発見した、米巡洋艦の攻撃に向かったが、発見することはなかった。10日、キスカ南方沖に移動。17日、キスカに到着。18日、イ35は、キスカを出港し、キスカとアムチトカ島の方沖の紹介を行った。23日、 バラムシルからキスカへ輸送物資を輸送中の軽巡洋艦基礎、駆逐艦若葉の2隻が、浮上構想中の敵の潜水艦を発したため、反転しバラムシル島に帰島。その後、敵の潜水艦を発見した海域で I35 が紹介を行っていることが判明している。30日、アムチトカ島近海に進出して紹介。2月14日、キスカに到着して、 国会守備隊の職員を乗せて出港。アッツに到着して便乗車を降ろした後出港し、横須賀に戻った。3月27日、イ35は横須賀を出港し、4月1日にバラムシルに到着。4トンの補給物資と弾薬第51根拠地帯の一部を乗せて出港。同日、第6艦隊第1潜水船隊第15潜水隊に編入。 8日に、キスカに到着して、輸送物資と便乗車を下ろした後出港し、13日に、バラムシルに到着。16日、弾薬と補給物資、陸軍兵士若干を乗せて、バラムシルを出港。20日に、キスカに到着して、輸送物資と便乗車を下ろした後出港し、24日に、バラムシルに到着。27日、輸送物資を乗せて、バラムシルを出港し、 5月1日にキスカに到着。輸送物資を下ろした後出港。11日、アッツ島の戦いにより、アッツ近海に移動。15日、アッツ島、ホルツ湾で揚陸中の米攻撃兵員輸送艦を発見。その近くには、米戦艦ペンシルベニアがいた。E35 は、軽巡洋艦と判断した目標へ向け魚雷6本を発射。1140。 魚雷4本が J. フランクリンベルの両限外とペンシルベニアの後方を通過した。駆逐艦2隻によりソナー探知された E35 は合計58発もの爆雷を投下されて損傷するも退避することに成功した。19日、バラムシルに到着。27日、バラムシルを出港し、6月2日1700にクレに到着。17日にクレを出港して、 神戸に移動し、修理を受ける。9月中旬、修理を完了して、クレに戻ったイ、e、35は、クレを出港し、18日にトラックに到着。10月11日、トラックを出港して、ウェイク島へ向かった。23日、ハワイ近海に進出。11月13日、エスピリトサント島北西沖に進出。19日、 米軍のギルバート諸島来襲により、イ19、イ39、イ 169, イ175と共に、高潜水部隊を編成し、タラワ近海に進出。20日、タラワ南西70海に地点付近で、米護衛空母サンガモン、スワニー、シェナンゴと、その護衛の駆逐艦からなる米第53.6、任務部隊を発見と報告。 22日夜に以下の通信を打電したのを最後に消息不明。アメリカ側記録によると23日1400、米戦艦テネシーを機関とする米第53.4、任務部隊を護衛中の米駆逐艦が潜水艦の推進機を登庁衆。米駆逐艦と共に爆雷攻撃を5回行った。ミードの爆雷攻撃の後、潜水艦が浮上してきた。 ミードとフレイジャーは、手法と 40mm 基銃による射撃を開始。1751、フレイジャーは、潜水艦の左減指令塔後方に体当たりを行い、潜水艦の体圧各壁を破壊したが、フレイジャーの艦首が大破した。1754、潜水艦は、艦尾から沈没。ミードとフレイジャーは生存者の救助のためボートを下ろし、ミードが3名を救助したが、 4人目の生存者は、救助しようと近づくボートに向けて、拳銃を発砲したためやむなく射殺された。救助した捕虜を尋問したところ、潜水艦は、産3 5であると話した。艦長の山本秀夫詳細課上院92名、戦士。沈没地点は、パラワ艦省のべ塩島西方沖。1944年、昭和19年1月10日。 ギルバート諸島方面で防失と認定され、4月10日に除籍された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。